体質がなんかすごい太りにくくなった気がする。同じものが欲しくて頑張ってアマゾンで探して購入をしました。あざとグリッターって私たちは呼んでるんですけど、踏んでる時にすごいいいので、めちゃくちゃ良かったので皆さんこんにちは、尾崎美希です。今回はもう2022年も終わりとね、いうことで、今年使って良かったものとか買って良かったものを5つご紹介したいと思います。来年も使い続けたいなと思ってるものたちなので、ぜひ最後までご覧ください。どうぞ。はい、1個目はですね、じゃん、これ何か分かる方いるかな。確かに形違いは知ってた。あ、知ってた。この形は初めて。あ、本当に。なんかトリガーポイントっていうところのフォームローラーっていうものなんですけど、筋膜リリースかな。なんかそれこそ寝てこうやって首とか頭をこうやってゴリゴリほぐすことができたりとか、足とか腰を乗せてこうやって滑らすと筋肉がほぐれるのかな。疲れとか溜まってる時とかむくんでる時にすごいいいので、めちゃくちゃ愛用してます。なんかお風呂上がりとかにストレッチでやることが使うことが多いんですけど、なんかこれを使うと本当に体のなんかコリがほぐれて翌日調子いい気がしてるので、毎日これをゲットしてから使うようになりました。色はそう、愛用の大好きカラーのピンクちゃんを使ってますこれでも家に置いとくとまあまあ存在感あるんだけど。確かに。なんか棚とかにしまってるからそう、めちゃくちゃいいです。これおすすめ。私肩とか首が本当に凝りやすくて、多分携帯とかパソコンもよく毎日見るので、頭とかも凝りやすいので、本当にこの後ろ側をほぐすとかにはすごい最適。はい、現代人疲れると思うのでぜひ2つ目はじゃん、入浴剤でございます。パトモスバスエッセンスのウッドっていう香りになるんですけど、なんか私が買ったのはアマゾンで、何個入りが普通なんだろう、なんか12個入ったのたくさんまとめて買ったんですけど、これは今年の夏、春夏ぐらいに沖縄のブセナテラスだっけ、ブセナっていうホテルに泊まって、その時に置いてあったのにこの入浴剤が。おしゃれ。そうで使ってみたらめちゃくちゃ良くて、東京に戻ってから同じものが欲しくて頑張ってアマゾンで探して購入をしました。これはこうなってるんですけど、こんな感じでね、玉みたいになってるので、この中にオイルとかかな、なんかそういうのが多分すごい入ってて、でなんかお風呂に1個2個ぐらい入れて使うんですけど、プシューって潰す感じで使うんだけど、肌スベスベになるし、私とにかくこのウッドの香りめちゃくちゃいい香りで癒されるので、なんかお風呂出た後とかも部屋がめっちゃいい匂いになるそうぐらい本当に香りが好きで、すごい頑張ったなって日とか、なんかもう自分のご褒美ケアをしたい日は絶対にこれを使うようにしてます。おすすめ。アメリカに入ってる。そう、なんかホテルによく、そうそう、シャンプーとか置いてあるじゃん。アメニティで入浴剤も置いてあって、これがめちゃくちゃ良かったの。ぜひ皆さん探してみてください3つ目はまた入浴剤なんですけど今年ね知って本当に良かったのでご紹介をします。バブの薬用メディキュアっていう入浴剤になるんですけど、こっちは普通のバブ、あ、なんだろう、バブ薬用メディキュアっていうので、こっちがホグカルスッキリみたいな、なんかこれ種類違うのかなって感じで、ちょっと違いはよくわからないんですけど、今年は、ポップアップとかもめっちゃ多かった、イベントとかもすごい多かったから、一日中立ったりとか動き回ったりとか、店舗お店の中とか、なんだろう、足がむくんだりとかする時が多かったし、あとはなんかディズニーとかも結構私行くのが好きなので、一日歩いた後ね、すごい足むくんで、そうバンバンになったりするのですけど、これに出会ってからもうすごくて、とにかくこれ入れてお風呂入るとまず発汗めっちゃするんですよ。そう、なんかすごいデトックスしてる感じが半端ないお風呂の中で。でかつなんかこの炭酸がいいのかなって感じなんだけど、なんか足とか腰とかこう
ほぐしながらマッサージしながら入ると本当に軽くなって翌日に響かなかったので、なんかよく歩く日とか出かける日とか旅行の日とか、それこそあとイベントの日とかは絶対これでお風呂入るようにしてました。じゃーん、効きそうです。ねえでも本当にめっちゃ良かった、汗めっちゃかくから痩せてる感じもする、心なしか出してる感じそうそう、これは柑橘とハーブかな、香りですので、よくなんか歩かれる方とか足むくみやすい方とかぜひ使ってみてください。あ、やばい、今日紹介するもの3つあるわまあいいか5000じゃなくて6000だったんですけど、4つ目はあのリポ C です。リポカプセルビタミン C っていうあのサプリかなになります。私ビタミン C は、シナールとか皮膚科とかでももらえるような薬はずっと飲んでるんですけど、なんかプラスでこれも飲むようになりました。こんな感じで、毎日朝1袋飲むようにしてます。でこれだけだとちょっと苦いので、私オレンジジュースで朝絶対飲むようにしてるんですけど、このままヒュッと飲むようにしてて、リポ C はやっぱりなんかビタミン C なので、ちょっとなんかこう免疫力とかがあの弱い時にはめっちゃ摂取するの大事だなと思うし、ビタミン C なのでなんかちょっとあの白くなったような気がすると思って、まあ、免疫力と美白とか、あとそれこそニキビできた時とかも結構摂取したりしますし、なんかビタミン C あと疲れが溜まってる時とか、風邪ひいた時にもすごいいいので体に、なので、毎日飲むように今年はなったかなっていう感じのサプリです。なんか私の周りにも最近飲んでる方がっていうかねさっき会社のメンバーもこれ飲み始めましたって言ってるメンバーもいたんですけど、なんかビタミン C といえばって感じで原液を飲んでる感じがしてすごいいい、ね、結構苦いからなんかビタミン C 詰まってる感があるんですけど、なんかそれこそ雑誌とかなんかインタビューとかでもよく毎日飲んでますって言ってるサプリになります。はい、5つ目もサプリになるんですけど、さっき紹介したこのリポ C と一緒に私毎日絶対飲んでるのがこの2つになります。でこれは割と夜飲むこともあるんですけど、1袋毎日1個飲んでるような感じです。でこれはバチェロレッテの撮影の前に知って、お友達に紹介してもらってめちゃくちゃ良くて、そこからもずっと飲んでるので1年以上かな飲んでるようなサプリになります。でこれは、乳酸菌と100種類以上の菌を発酵してるものなんですけど、食物繊維が多分すごい入ってて、というか絶対に入ってて、で乳酸菌も入ってて、なんだろう、夜結構食べた日でもこれを飲むとなんか翌日の、お通じも良くなるし、これ飲んで結構本当太りにくくなったなと思います。体質がなんかすごい太りにくくなった気がするので、私会食とかも結構多いし、食べる日はすごい食べるので、こう食事制限とかもそんなに食べなきゃいけない時は食べちゃうタイプなので、その日のものはなんかこうちょっとその日のうちにどうにかしていきたいみたいな気持ちもあるので、これはなんか絶対飲むようにしてますね。あんまり癖がなくて、まあ、ちょっと粉感は結構あるんですけど、でもなんかこう水でサクッと飲める感じなので、まあ、粉が苦手じゃない方は飲めるかなっていう感じのサプリになります。はい、最後6つ目になります。3つ目はですね、フィービービューティーアップの12月に発売になったグリッターアイシャドウ3色あるんですけど、なんですけど、もうこれがめちゃくちゃ良かったのでメイキャップ のアイシャドウだと本当に私今年一番のベストコスメかなと思ってるので、これを6つ目は紹介します。3色あって、シャンパンベージュとローズピンクとスノークリアの3色になってるんですけど、もう一押しは本当にこのシャンパンベージュでございます。私今日も実は塗ってるんですけど、塗ってるなと思いましたそうっていうか、もう本当に毎日使ってる、毎日どれかしらの色は絶対使って、こんな感じで細い筆に
なってるので、もうこのまま涙袋とかに直に塗ることが多くて、そうすると簡単に涙袋ができて、めちゃくちゃキラッといい感じの上品なキラッと感があって可愛いし、あとアイシャドウの 上まぶたはアイシャドウの上にトントントンってのせて手でポンポンってやるとキラッとしておすすめで、結構肌なじみが本当にいいので、どなたでも似合うカラーだなと思ってシャンパンベージュ一押しです。もう本当にこんなに上品なキラキラ感なのに、なんか結構あざとグリッターって私たちは呼んでるんですけどなのにお湯落ちで落ちるので、あとしかも美容液成分も入ってるんですよ。なのでもう本当に目元が敏感な方でも使っていただけるラメなので、めっちゃおすすめです。はい、それでは今日は今年使ってよかったものを6選まさかの1選増えてご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。本当に使ってよかったものたちばっかりですごいおすすめなので、参考になると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。